ビシー政権は第二次世界大戦中におけるフランスの政権。この時期はフランス共和国という呼称が停止され、フランス国という呼称が用いられた。フランス中部の町、ビシーに首都を置いたことからそう呼ばれた。ビシー政府、ビシーフランスともいい、この政権下の体制をビシー体制と呼ぶ。またこの政権は事実上ナチスドイツの 傀儡政権であった。1940年5月に開始されたドイツ軍のフランス侵攻でフランスは敗北した。ポールレの首相ら抗戦派に代わって和平派が政権を握り、6月17日に副首相であったフィリップ・ペタン元帥が首相となった。21日、ペタンの政府はドイツとイタリアに対し休戦を申し入れた。翌22日には、 独仏級戦協定が締結され、フランス北部などの地域の占領、陸軍の制限などが定められた。協定は、フランス側にとって過酷であったが、主権国家としてのフランス政府存続は達成された。ペタンは、少なくとも我が国の名誉だけは守られたと述べた。ペタンは、フランス国民の熱狂的な崇拝対象となり、街中に、元帥の肖像が溢れた。 残国とは、この熱狂を、元帥は、大衆が慣れ親しんでいた君主のイメージに近かった。それに、フランスでは、高齢は人を安心させる。彼は累歴を癒しかねなかったと評している。公選継続派のレノーや、アルベールルブラン大統領は、カサブランカに逃亡しようとしたが身柄を拘束された。また、レノー政権の国防次官で、 ペタンの部下でもあったシャルル・ド・ゴール順将は、ロンドンに亡命し、自由、フランスを結成した。フランス政府は7月1日に、臨時首都に指定していたボルドーから、中部の都市であるビシーに移転した。政府主席兼首相には、第三共和制最後の首相で、第一次世界大戦の英雄であった、ペタン元帥が就任し、副首相には、ピエール・ラバルが就任した。 ラバルはヒトラーから好意的な扱いを受けるためには、堕落した民主主義を排して、絶対的権力を持つ権威国家を樹立する必要があると考え、熱心にロビー活動を行った。6月25日、ラバルは次のように演説している。旧秩序、フリーメイソン的かつ、資本主義的そして国際的妥協の政治制度が、現在の立場に我々を導いた。 フランスは、もはやそんなものを欲しない。我々は、新しい計画、新しい人物を必要とする。また、新憲法制定の議会では、全ヨーロッパがフランスを置き去りにして、新世界を建設しようとしている敗北した、議会制民主主義は大胆で、権威的、社会的、国家的新制度にその道を譲らねばならぬ。議会が同意しないなら、ドイツは直ちに、 フランス全土を占領して強制するだろうと演説している。7月2日、フランス艦隊の編入もしくは無力化を狙った。イギリスはカタパルト作戦によるフランス艦隊の接収を図った。このため、イギリスとフランスの間でメルセル・ケビリル海戦が勃発し、政府とフランス国民の間で繁栄感情が高まった。このことは、 ラバルの工作をより容易にした。後にこの動きを知ったヒトラーは、国防軍最高司令部長官、カイテル元帥と次のような会話をしている。フランスが、我がナチズムを信奉しているとは知らなかったな。そうと知ったら、攻撃の必要はありませんでした。まるで同志打ちをした思いです。7月10日、ビッシーで開催された国民議会は、 圧倒的多数の賛成で新憲法制定までの憲法的法律を制定した。その内容は、フランス国の新しい憲法を交付することを目的として、ペタン原帥の権威の及び署名のもとにある共和国の政府にすべての権限を与えるというものであった。7月11日ペタンは強大な権限を持つこととなったが、 実際の政治は副首相であるラバルが大半を行っていた。1940年10月24日のモントワール駅でのペタント・ヒトラー。中央の制服姿の人物は、ヒトラーの通訳官、パウル・オット・シュミット。ヒトラーの後方の制服姿の人物は、ドイツ外相のヨアヒム・フォン・リッベントロップ成立した、ビシー政府の課題は、国民革命と呼ばれる。 新秩序建設とドイツとの協調であった。休戦協定による占領経費負担は莫大なものであり、さらに占領者の権限を使った搾取が横行した。例えば、フランとマルクの為替レートは12フランイコール1、マルクが相場であったが、一方的に20フランイコール1マルクに決めた取引を押し付けることもあった。この荒烈な搾取を緩和しようと、 BC 政府は、さらなる対独協力姿勢を見せた。10月24日には、ペタンとヒトラーが、ロアールイコールエイコールシェール県のモントワールで、会談した。ヒトラーはこの席で、BC 政府の対英戦線を求めたが、ペタンはそれには応じなかった。しかしペタンは会談後に、ラジオ演説を行い、さらなる誠実な対独協力をするべきであると、声明した。 この会見で強調された、モントワール精神は、ドイツにとって、さらなる負担をフランスに求める理由となり、ラバルのような親独派の勢力拡大のもととなった。また10月3日にはフランスで、初めてのユダヤ人迫害法が成立している。国民革命はカトリックを支中とした、フランス革命以前の古いフランスへの復帰を求める、イデオロギーであり、 アクションフランセーズのシャルル・モーラスがイデオローグであった。すなわち農業国としてのフランスが求められ、土地に帰れというスローガンが叫ばれた。また、敗戦の原因を、フランス人の道徳的大敗が原因であるとし、道徳や秩序を重視する、反主治主義的政策を推進した。しかしこの国民革命も、ドイツの利益を優先したものにならざるを得なかった。 パリの外戦門でフランスの警官がドイツの将校に敬礼する様子11月にはアルザスロレーヌのドイツへの割動が決まりラバルに国民の非難が集まった国民革命に熱意がないラバルはペタン派の支持も失った12月13日にペタンはラバルを解任しピエール・エティエンヌ・フランダンを副首相としたまた年末にはスペインのマドリードに ルイ・ルージェ教授を派遣し、イギリスとの間で交渉を行っていた。ペタン側は、北、アフリカを、数軸側に渡さず、両国関係を、外交的冷淡さの段階に止めておくよう、提案している。しかし、対独交戦継続を求めるイギリスと、中立を求めるビシー政府の溝は埋まらなかった。しかし、ドイツの介入があり、1941年2月9日に、 フランソワ・ダルラン海軍大将が新たな副首相となった。ダルランは、ラバルに卵をくれというと卵しかくれなかったが、ダルランは鶏をくれたと言われるほど、好意的な対独協力を行った。5月21日には、独仏軍事協定が結ばれ、新独政権が成立していたイラクに対して、フランス委統治領シリアにある、軍需物資の四分の三を譲渡する契約が、 成立した。しかしこれはシリアレバノン戦役によってシリアが連合国の手に落ちイラクの新独派政権も倒れたため実行はされなかった。また北アフリカ戦線のドイツ軍が撤退した場合にはチュニジアを避難地として提供することも約束した。これは占領経費の負担軽減やフランス人捕虜の解放を求めたものであったが ドイツ側は一切情報しなかった。この時代には若手の官僚による計画経済が導入され、経済の集中による生産拡大と生活改善が図られたが、戦時下のためにうまくいかず、1941年の工業生産は1938年の65%であった。一方でダルランは警察国家化を推し進め、保安部隊を組織して、 レジスタンスを弾圧し、共産党やフリーメイソン、ユダヤ人の弾圧も言った。さらに1942年2月19日からは、エドアール・ダラディエやポールレノーといった戦争に敗北した、イの政治家を裁判にかけ、ドイツ国内の収容所に送った。しかし、敗戦責任はペタンにも及ぶ、可能性があったため、4月15日に裁判は、中止された。 こうした強権的な姿勢や積極的な対独協力は国民革命に対する国民の信頼を失わせる元となり、1941年末にはほとんど支持する者も,もいなくなった。ラバルとカール・オーベルク新衛隊大将。1943年5月1日1943年の1フラン・貨幣。表。 フランス国裏、勤労、家庭、祖国と刻まれている。この状況でペタンはさらにドイツの関心を得る必要があると感じ、ダルランを解任して、ラバルを再度起用することにした。1942年3月には密かにラバルと会談し、ドイツもラバル復帰を後押しした。4月18日、憲法行為11号によって、 国家元首と首相の役割が明確化され、首相には強い独裁権力が認められた。これは首相に就任したラバルの要求によるものであり、ペタンは首相を退いて国家元首選任となり、事実上の引退状態となった。国民革命派、反独的な閣僚は次々と更迭され、対独協力に拍車がかかった。 ラバルは6月22日にボルシェビズムを阻止するためにドイツの勝利を支持する声明を行いフランス人捕虜一人解放に対してフランス人労働者3人をドイツ国内の工場に送ることとしたドイツからは大連合軍戦線を求める動きが強まったがラバルは形式的に閣議に計りはしたものの参戦する気はなかった11月8日 統治作戦が始まり、フランス領アルジェリアに連合軍が進行を開始した。この時、ビシー政府軍総司令官であり、たまたま北アフリカにいたダルラン大将が、英米軍と急戦条約を結んで、北アフリカのビシー政府軍を降伏させたため、11月10日、ドイツは自由地区の占領を開始し、政府は完全にドイツの支配下に置かれた。 ドイツの体制を悟った、ペタン元帥とラバル首相は、連合国とドイツの調停を行おうとしたが、失敗した。11月17日にはラバルを、ペタンの後継者とする憲法的放棄が成立した。ドイツの要求は、ますます過熱になり、1943年1月には、さらに25万人の労働者が要求された。ラバルは、捕虜送還でも譲歩した上に、 この要求を達成し、労働力配置総監、フリッツ・ザウケルに、フランスだけがプログラムを100%履行したと、言わしめた。しかしこれは、フランス国民に強い不満を与え、徴用機被者による麻痺が組織される元となった。11月、ペタンは廃止した第三共和制議会を、再開させようとし、憲法案を制定した。 さらに親独派のラバルを遠ざけることを考え、11月27日にラバルの後継者指定を取り消した。しかしこれらの動きはドイツ側の介入によって失敗した。ペタンの側近数名が逮捕され、ドイツからは顧問が送り込まれた上にミリスの指導者ジョゼフ・ダルナンらが入閣するなどドイツ支配はさらに強化された。 1944年1月にはドイツが、さらに労働者100万人を要求し、7月21日までに72万人が送り込まれた。1944年6月、連合軍が北、フランスに上陸すると、フランスのドイツ軍は次々に駆逐されていった。8月9日にラバルは、 第三共和制議会を招集させて、ビシー政府の合法性を認めさせようとパリに向かったが、トローニ終わった。ペタンも8月11日にドゴールに死者を送り、臨時政府に政権を譲って引退することで、政権の継続性が与えられると交渉したが、受け入れられなかった。8月25日に、 パリを守備していたドイツ軍は降伏し、ドゴールのフランス共和国臨時政府が帰国した。8月27日、ドゴールはペタンが送った死者と面会も拒絶した。ビシー政府の閣僚はドイツによって拘束され、ジクマリンゲンに移された。ジクマリンゲンでは、ブリノン公爵フェルナンド・ブリノンを代表とし、ダルナンを内省とするフランス政府委員会が組織されたが、 大きな影響を与える存在にはならなかった。木は、ドイツ軍の占領地域。大体は、保留地域。紫は、ベルギー占領軍統治下の、禁止地域。赤が、禁止地域のうち、沿岸防備地域。青が、ドイツ本国への割譲地。緑が、イタリア軍の占領地。白は、ビシー政府の支配地域である、自由地域。 かねてからの係争地であったアルザスとロレーヌはドイツへ活上されたものの、それ以外の地域には一応ビッシー政府の主権が認められた。しかし、パリを含む北部と西部は、ドイツ、グルノーブルとニースを含むイタリア国境から 50km のエリアはイタリアによって占領され、軍勢が敷かれた。この地域はフランスの主権が認められたものの、 占領地域として扱われて軍政が敷かれ、ビシー政府の市政権は及ばなかった。また、フランシュコンテなど、アルザス、ロレーヌの隣接区域は、保留地域とされ、占領地区とは別に扱われた。また、北海、イギリス海峡、大西洋沿岸から数マイルのエリアと、ベルギー国境に近い現在の、ノールパドカレー地域圏付近は、禁止地域とされて分離された。 沿岸地域にはドイツ軍や東都機関が大西洋の壁と呼ばれる防御設備を設置した。また、ベルギー国境付近はベルギーの占領軍の統治下に置かれた。この占領地域の占領コストはフランス側が支払うこととなっており、1日あたり4億フランという莫大な出費となった。占領コスト支払いは1941年6月には、 体独協力の見返りとして3億フランに減額されたが、1942年11月のフランス全土占領以降は5億フランとなった。フランス政府が統治できるのは占領地域を除いた自由地域と海外植民地であった。しかし、自由地域においてもドイツとイタリアの軍事物資搬送やドイツが指定するドイツ人を引き渡す義務を負った。また、 自由地域と占領地域の間には、境界線が配置され、小荷物は郵送できるが、手紙のやり取りは禁じられるなどの検問が行われた。そして1942年11月のアントン作戦以降は、フランス全土が占領下に置かれた。ドイツ側にとって全フランスを占領した場合は、フランスの保有する広大な海外植民地や、 それらを護衛する海外の中屯部隊やフランス海軍などの維持等が重い負担になる可能性があるため、親独的中立政権としてのビシー政府の存在は、好都合だった。しかし、連合国軍が北アフリカのフランス植民地に上陸すると、対岸の地中海の防備を固めるため、フランス全土における軍勢に踏み切った。ビシー政権成立当初、 フランス領赤道アフリカとフランス領カメルーンを除くフランス植民地はビシー政権を承認した。シリアやレバノンなどビシー政権を支持する植民地には連合国軍が侵攻する場合もあった。戦況の変化に従い自由フランスにつく植民地や連合国と独自に交渉を行って中立を維持しようとする植民地も現れた。 マダガスカルやフランス領アンティルのように連合軍が当初中立を求める予定であったのに自由フランスの介入によって現地政府が打倒されるというケースもあった1944年までドイツの同盟国である大日本帝国の強い影響下にあり1945年に入ると完全に日本軍の占領下となったフランス領インドシナ以外の植民地政府は 概ねビシー政権の影響下から逃れた。政府は一応共和国とされたが、ペタンの権威を根拠とする特殊なものであった。この体制は新憲法制定を目的とする建前を取っていたが、ビシー政府の4年間の統治の間、憲法制定のための国民会議は一度も招集されなかった。その代わりペタンは憲法行為という命令を行い、フランスの統治を行った。 1940年7月11日には、第1号の憲法行為として、自らをフランス国主席とし、大統領制を廃止した。さらに主席は、立法権、執行権を持つ、独裁的権力者と定義した。しかし、ドイツに近いラバルも、大きな権力を持っていた。1942年4月18日以降は、 首相が事実上の最高権力者となり、国家元首であるペタンは反引退状態に追い込まれた。あらゆる選挙は任命制に置き換えられ、民主主義的な手法は取られなかった。議会は解散こそされなかったものの、1940年7月11日以降一度も開催されず、国民投票も行われなかった。これには、 敗北を民主主義の議会政治が原因であると主張する当時の世論も反映されている。しかしドイツはあらゆる方面から介入を行い、官報発行にすらドイツの検閲が入るありさまであった。ビシー政府の独自の動きは常にドイツによって阻止され、ファシズムと呼べる体制ではなかった。また、フランス革命以来のフランスの標語である自由、平等、博愛は、 労働、家族、祖国に置き換えられた。軍機軍機を掲げて、ロシアに進撃するフランス義勇兵動員されていた。フランス兵は武装解除され、武器はドイツに引き渡された。本国の陸軍は急戦監視軍としての10万人に制限され、武器はドイツ軍とイタリア軍の監視下に置かれた。マダガスカルやインドシナなどの植民地軍は、 この制限の適用範囲外とされた。一方で1940年8月29日には、在京軍人防空海という在京軍人を組織した準軍事組織を作った。この組織からはやがて保安部隊やミリスなどが生まれ、レジスタンスとの戦いに投入されていった。海軍はドイツ軍とほとんど交戦せず、大半の艦艇が9戦前の混乱で来た。 アフリカやイギリスへ脱出していたが、このうちフランス政府が掌握している分は、植民地の維持に必要な艦船を除いて、武装解除された。しかし、メルセルキャビール海戦が起きるとドイツは、フランス海軍が、イギリス海軍に対して抑止力としての価値を持つことを、認識。艦隊を、ドイツ軍にも連合国軍にも引き渡さないという、暗黙の了解の下で、 一部の艦を予備艦扱いと、するのみでかとする妥協が図られることになった。しかし1942年の統治作戦で、北アフリカのフランス軍が少ない抵抗で降伏すると、ドイツは報復措置として、アントン作戦を開始。急戦艦士軍は解体され、ドイツに接収されそうになった。トゥーロンの主力艦隊は自陳の道を選んだ。ビシー政府が、どこまで、 積極的に関与したかは検証の余地があるが、ジャック・ドリオラフランス人の反共主義者がドイツ陣営に志願してソ連と戦うことは黙認された。また、ナツス武装ウシ隊がフランス人志願兵で部隊を構成することも認められ、彼らはベルリン陥落までドイツと共に戦った。生存者は終戦後、親連合国政府によって犯罪者として処断された。 イギリスは1940年6月23日にビシー政府を否認する声明を行ったが、その他の主要国はビシー政府を承認する態度をとった。ただし、ソ連は1941年6月30日に他の連合国は1942年のドイツ軍による占領以降外交関係を断絶した。日本や満州国、 イタリアなどの数軸国各国は、ビシー政権率いるフランスを承認しており、日本はビシー政権との協定をもとに、フランス領インドシナに侵駐した。その後、1944年に行われた、連合国軍による、フランス解放並びに、シャルル・ド・ゴールによる、ビシーイコール日本マの協定無効宣言が行われた、後も、フランス領インドシナ政府は、日本と共に、 インドシナ統治を継続していた1945年3月、日本軍による普通院処理が行われ、フランス領インドシナ政府はその支配権を奪われた。国土の分割、ドイツの挑発、植民地との交通途絶によってパリ市民の生活は悪化した。1940年9月からは配給制度が開始されたものの、 時が経つにつれ配給量も減少していった。この時期のフランス国民のカロリー摂取量は西洋で最低、インフレ率もどの占領国よりも高く、生活は困窮した。逮捕したレジスタンスを監視するミリスの隊員。1944年6月21日、モントアール会談の後、ペッタンはラジオ演説で、世は今日コラボラシオンの道に入るという声明をし、 ビシー政権は中立を標榜する一方で、深読的な政策を取らざるを得なくなった。多くのフランス人は、積極的、または消極的にビシー政府の統治を受け入れた。一部の人々は、積極的なコラボラシオンの姿勢をとり、それ以外の多くの人々はビシー政府家の平穏を受け入れて、沈黙を続けた。その一方で、少数ながら、 レジスタンス運動を始める動きもあったが、本格的なレジスタンス運動が見られるのは、戦況がドイツにとって不利になり始めてからである。当時フランス人が行ったコラボラシオンの種類は、大きく分けて三つある。一つは、消極的対独強力な、待機主義と呼ばれるものである。これは、最小限の対独協力で済ませようというもので、主にペタン派において取られた。それに対し、 第二次世界大戦におけるドイツの勝利を確信し、戦後の新秩序においてフランスが有利な地位を占めるために積極的な対独協力を行おうという派閥があり、ラバル派はこれに当たる。そして最後の一つがナチズムにイデオロギー的に共鳴した親ナツス派である。ペタン派は時にイギリスと交渉を行おうとするなど、いわゆる二股外交を行うこともあったが、 基本的にはドイツ側にもイギリス側にも協力しないという消極的なものであった。一方でラバル派はドイツはフランスの積極的協力なくしてヨーロッパを建設できるわけがないのだからドイツがやがて武器を置く日にはフランスはそれ相当の地位を与えられるだろうという観点によるもので従来の保守層の支持を集めていた。このようなラバル派の姿勢はドイツ側に 警戒の目で見られていた。ヒトラーは、ドゴールアラバルが、作術で得ようとしているものを逆に力のみで得ようとしていると表し、私に語った言葉を、心底では信じていない、典型的な民主主義的政治家というやつだと、警戒している。一方で、ドブリノンや、ダルナンラを筆頭とする、親ナチス派は、国民革命を古臭いと批判し、 パリにおいて積極的な言論活動を行い、時には政府の情報をドイツ側に通報するほど対独協力的であった。フランスの敗北後、フランス人の多くは敗北に呆然としており、しばらくは無気力の状態であった。しかしバトルオブブリテンによるイギリス側の抵抗によって戦争が長期化することが確実になると、 国民の大部分はペタン派が取る大気主義的な立場を取るようになった。ドイツ側も選挙に余裕があったこともあって、せいぜいラバルをドイツ側のスポークスマンとして政府内に置くことで満足していた。ペタン派はラバル派の積極的対独協力とは対立していたものの、汚れ役である対独交渉をラバル派に押し付けているという側面もあった。 しかしダルランが副首相となった時期には、複数の親ナチス派が閣僚入りし、大機主義派の勢力は減少し始めた。1942年4月のラバル復権後は、ドイツ側の要求も過酷となり、政府によるユダヤ人抑圧法や、強制労働局による労働力提供をビッシー政府の手で行わざるを得なくなった。このことは国民の反発を招き、 ペタン派の一部をレジスタンスに追いやるほどであった。ペタン派は政治的にも権力を完全に失ったが、ラバル派の勢力も親ナチス派によって圧迫されることになる。1942年11月10日のアントン作戦以降は親ナチス派が閣僚の大部分を占めるようになり、かえってラバルが親ナチス派による過度の対独協力に抵抗することもあった。 こうした経緯で行われた、大独協力は、政治、経済、文化面の多岐に及んだ。反ユダヤ主義が広がる中で、ユダヤ人ならびに、外来者に対する法が1940年10月に制定され、ユダヤ人の権利を制限した。この法律は、ビシー政権の統治下にあるフランスの植民地にも適用された。また、フランス領であった、モロッコ、アルジェリア、 チュニジアにドイツの支配を逃れて避難していたユダヤ人やコラより北アフリカに住むユダヤ人を現地に設置したビシー政権管理下の強制労働収容所へと収容している。また、本土に住むユダヤ人もヨーロッパ各地にある強制収容所へと一掃された。ビシー政権はドイツ軍の占領費を支出したほか安価に フランスの資源や労働力をドイツに提供した。1940年11月に締結された総裁協定は、両国間の輸出入額を均衡させることで、通貨移動を不要にするという協定であったが、実際には輸入庁のドイツが、代金支払いを踏み倒すために使われた。ドイツ軍将校の愛人となったココシャネルなど、親、ドイツ的な文化人も増加し、 ビシー政府の統治やドイツの占領政策を支えることになった。軍事面では首相ラバルを指導者とする民兵組織ミリースがレジスタンス狩りなどに参加し第 33SS 武装的弾兵士団などに志願する者も,も現れた。しかしドイツ側にとってコラボラシオンは彼らが望むほど十分ではなくヨーゼフ・ゲッベルスやフリッツ・ザウケルといったドイツ高官は ペタンやラバルが協力的ではないと見ており、日記や報告で言及している。レジスタンスのメンバービッシー政府成立後間もなくは、ペタンが戦争の苦難から救ったという考えが広まっており、それほど大きな勢いはなかった。しかし枯烈な対独協力は市民の反感を招き、1940年の秋頃からは、デモやレジスタンスの宣伝活動が高まった。 1941年春には、パイコールドカレー炭鉱で10万人規模の大ストライキも発生した。モスクワの忠実な長女であり、むしろ対独協力的であったフランス共産党などの左派も、独祖戦が始まると、レジスタンスに加わった。これ以降、ラバルやマルセルデアの狙撃事件、サボタージュ、ドイツ人将校の殺害などの実力行動が、 頻発するようになった。しかし1942年11月まではレジスタンスは分派しており、しかも少数派であった。ドイツはレジスタンスの攻撃に対してドイツ将校の被害一人に対して数人の人質を殺害するという報復政令で対抗した。人質は拘束された共産主義者やユダヤ人であり、1 9 4一年十月には十八人、 の人質が処刑された。ペタンは自らを人質とするよう求めたが、受け入れられなかった。1942年11月のドイツによる全土占領は、それまで残っていたビシー政権への幻想を一気に打ち砕いた。1943年1月には、南部の三大レジスタンス運動が統合され、共産党が自由フランスに参加した。また、 元首相レオン・ブルムも社会党の名において自由、フランス支持を行った。5月27日には、フランス国内で、レジスタンスの統一組織、全国抵抗評議会が設立された。以降レジスタンスの活動はいよいよ活発となり、1943年9月から12月の間には、レジスタンスによって709人のビッシー政府、 治安関係者が殺害され、9000件の爆弾事件、600の電車脱線事件が起こっている。ビシー政府関係者の裁判は、アルジェで国民解放委員会が成立した時から始まっており、終戦によって加速された。ペタンは4月24日にドイツの保護下から離れ、一旦スイスに入ってからフランスに帰国、4月26日に、 逮捕された。前後して、ラバルをはじめとする閣僚も逮捕された。1944年11月18日には、臨時政府によって、ビッシー政府交換を裁くための高等法院が設置されたが、裁判官はかつて、ビッシー政府によって任命された者たちであった。裁判は一申請であり、欠席裁判で10名に、死刑判決が下ったほか、ラバル、ダルナン、 ブリノンの3名が死刑となったが、ペタンを含む5名が終身刑に減刑された。BC 政権関係者の粛清、エピュラシオンによる訴追人数は10万人に及ぶとみられ、2071人に死刑判決が下ったが、1303名が減刑された。1951年には、最初の特殊法が成立し、収監されていた関係者が釈放され始めた。 ビシー政府は連合国側から、傀来政権とされ、連合国側の勝利、自由フランスによる、フランス共和国臨時政府の成立、第四共和制の樹立とともに、そのような評価が、一般的となった。このため、フランス第四共和制は、ビシー政府からの継承国とみなされていない。しかし、ビシー政府が導入した、老齢年金、 家族手当など一部の制度は型を変えて存続し、戦後のモネプランに対するビシー政府経済政策の類似性も指摘されている。また、ビシー時代の対独協力が議体であったか否かについての議論は継続されており、しばしば政治的問題ともなる。また、第四共和制以降、政治家や官僚として戦後のフランスの政治を支えた人物の中には、 フランソワ・ミッテランをはじめ、ビシー政権下でそのキャリアの最小を送った者も,も少なく、なく、政権の評価に影響を与えている。戦後から1960年代にかけて、ド・ゴール派とフランス共産党は、それぞれのレジスタンス神話を懸念していた。ド・ゴール派は自由フランスとフランス、そしてレジスタンスを同一化し、 フランスのレジスタンスが常にド・ゴールと一体となって、対独抗戦を行っていたというイメージを植え付けた。また、フランス共産党は、虐殺された7万人の党というスローガンを押し出し、ド・ゴールと違って、国内で、ファシズムと戦い続けたというイメージを広めた。1969年に、マルセル・オフィールス監督のドキュメンタリー映画、悲しみと哀れみが公開された。 レジスタンスとしてドイツに抵抗するのではなく生き延びるために受動的な生活を送っていたフランス国民の姿を描いたこの作品は当局に衝撃を与え1981年までテレビ放映が禁止されたルイ・マルのルシアンの青春など体読協力を描いた作品も現れアンリア・ムールが4000万人のペタン派というタイトルの本を出すなど フランス人が、退独協力に、積極的であったという否定的な神話も生まれた。1980年代以降も様々な研究、議論が発生している。フランスの歴史家、ロベール・アロンは1954年の著作、ビシーの歴史で、ビシー政府が公式にはドイツに同調、協力しているように見せながら、実際には秘密の交渉などで統治を骨抜きにする。 努力を行い、フランス国民のための盾となっていたとした。しかし、アメリカの歴史家、ロバート・パクストンは1972年の著書、ビシー・フランス、旧勢力と新体制で、アロンの説を否定し、ドイツの占領軍が少数であったことなどを指摘し、戦後の体制が、ドイツ有利になると見たビシー政府が、積極的な対独協力を行っていたとした。 歴史家のジャン・マルク・イコール・バローは、パクストンの批判を、現在のイデオロギーから見たものであると批判した。また、フランスの歴史家マルク・フェローは1987年の著書、ペタンにおいてペタンが人命と仏材を守った代わりに、国家の名誉を失った犠牲者であるとした。その後もパクストンは、基本的に味方を変えていないが、BC を理解することは、ますます魅力的な、 そして、未完の事業であるとして、将来の議論に期待する旨を記している。1951年のペタンの死後、ウェーガン大将の呼びかけで、ペタン元帥の追憶を守るための教会が樹立された。この教会は、ペタンの名誉回復を求め続けたが、極右的政治勢力の温床にもなった。1958年にドゴールが大統領になると、 第一次世界大戦の勝利に貢献したとして、その年11月11日の第一次世界大戦戦勝記念日にあたる、追憶の日ペタンのボヒエ花輪を送った。しかしペタン信奉者の一部は不快に思い、ドゴールの名のついたリボンを引き裂いた。その後、歴代の大統領はこの観光を継続したが、1993年11月8日、ミッテラン大統領は、 花輪の観光を取りやめることを声明した。1984年には、ビシー政府の産業時間、フランソワ・レドードとペタンの弁護人で、国会議員を務めたジャック・イゾルニがペタンを弁護する新聞広告を出した。この広告は政府によって禁止され、二人は控訴したが、犯罪すなわち対独協力罪の弁明として有罪となった。両者は、 ストラスブールの欧州人権裁判所に提訴し、1998年に、フランス政府の行為は表現の自由の侵害であるという判決を受けた。原告二人はすでに死亡していたが、遺族が遺写料を受け取った。チャーチルはその著書、第二次世界大戦会コロクでラバルを、自分の後の行為と死の治熟にもかかわらず、明確にトークを見通していたと評した。 これに対して、ラバルの娘ジョゼは、ドイツ高官が、ラバルの非協力姿勢を語っていたことを指摘し、ラバルも、また偉大な姿勢を取ったのだと手紙で反論した。また、ペタンの支持者は、コラボラシオンの罪を、ラバル・カズトに押し付ける傾向があり、ペタンの裁判においても、悪いのは、ピエール・ラバルだという主張を行い、戦後も、ラバル・カズトに罪を押し付ける。 逆の伝説作りに終始したという指摘もある。ド・ゴールが大統領を辞任した後の1970年、ラバル裁判の未公開資料が一部に閲覧を許された。ジョゼの夫で弁護士のルネド・シャンブランは、ド・ゴール時代からジョルジュ・ポンピドゥ大統領と交渉しており、資料の閲覧を行った。この後シャンブランと会談した元首相ジョルジュ・ビドーは、 ラバルの裁判は1945年10月の政権議会選挙までにラバルを消す必要があったドゴールらの陰謀だと告げた。シャンブランは1983年に歴史の前のピエール・ラバルを出版し裁判の無効を要求した。歴史家フェルド・クプフェルマンがシャンブランと連絡を取ってラバルの執筆を始めると匿名の人物によって ラバル直筆の判決反論書がシャンブランの元に渡った。この他にも大量の資料が送られ、その資料によってシャンブランはピエール・ラバルのための我が闘争を1990年に出版した。また歴史家ジャンポール・コワンテはペタンの裁判は真の裁判であったがラバルの裁判はギガであったと指摘した上で敵を欺くことに長けていたと見られていたラバルが イギリス人やドイツ人、ペタンにも欺かれていたのではないかと疑問を呈した。1940年7月12日から1940年12月12日1940年7月16日に以下の閣僚が追加された。1940年9月に大幅な改造が行われた。1940年12月13日から1941年2月9日。 主要閣僚のみ1941年2月9日から1942年4月18日、主要閣僚のみ1942年4月18日から1944年8月19日、主要閣僚のみ。ありがとうございます。